緊急企画街道肝試し in 秋田エスパソー、はい、というわけで、カブトでございます。パイオニアが、多分2001年頃かなリリースした、25パイのマシンでございます。告知機なんですけど、その告知がすごく心臓に悪いということで、以前ボスさんが免疫列伝でやってると思うんですけど、まあまあビビると、せっかくなんで、まあ、このエスパスさんに唯一あるね、ちょっと毛色の違ったカブト、これまあ聞くところによるとチェリネンの激しいやつということで、ちょっと叩いてみようかなと。当時あんまり打ってなかったんでね、うっすらとその当時の記憶をたどりながら打ってみたいと思います。あまり話すことがなかったらごめんなさい。じゃあ早速打っていきましょうかね。これデザイン結構凝ってるな。バックライトついてないですね、この頃ね、パイオニアまだね。これね、多分知らない人が見たら何のことかなと思うね。これウェイトを知らせてるだけだよね。で、この当時のパイオニア、この白ナナが昔懐かしい、この蓄光っていうの、これなんか浮かび上がって見えるでしょ、白ナナ。これ綺麗だよね。ブラックライトで浮かび上がるようになってんだよね。かっこいいよね、モチーフが。これはベルナナベル、これベル外れとかではない。ああ、そうですか。全然回んないね。うん、500バリバリカットされてる感じ。絵柄見づら。あのね、やっぱこの当時バックライトついてないから、こういうね、凝ったデザインにされるとすっげー見づらい絵柄。今でこそパイオニアさんってね、花シリーズをメインとしたオキスロのメーカーとして確固たる地位を確立しておりますが、もうすでにこの当時もオキスロのメーカーとしてね、すでに花花出てましたね。潮祭、ハイハイ潮祭、潮ラ、潮マールとか、そのに次いで花花が出て大ヒットするっていうわけですけども、それと並行してね、こういう25倍の機械もいろいろ出してはいましたね。ちょっとなんかここに使用書があるらしいで読んでみましょうかね。カブトチェリレンバージョン、全長チェリレン5連以上括弧ガセあり、リセットモーニング 50%、 90までゲーム数、5ゲーム以内の振り分けになった場合はチェリレンなしで当たる。おー、なるほどね。レン突入は 48%、 継続75%は85%、引き戻し91%から128%、66%で引き戻し当選、実質 1-2% までダラダラレン。チャンスゾーン400から499、600から699。あー、なるほどね。天井1100ゲームより177分の1で当たると。当たりは7と531分の1、リアル比率8対2。これは当てたくなってきたよ。今朝一から221ゲームですね。まあ400のゾーン当たってくれるかどうか。おチェリー、うん、なかなかチェリーレンしないもんだね。チェリーレン前兆の走りといえば、なんといってもやっぱパル工業のビガーですけどね。ビガーの場合はそのレンじゃない、このいわゆる単発チェリー200分の1ぐらいだったかな。これ結構さっきから出てるもんね、普通に。だからビガーの場合はもうチェリー出ただけでおっってなるんだけど、これはそんな感じではないの。どういう仕組みなんだろうね。チェリー何なんだこれ。なんかスケ率が上がってるような気がするけど、レンじゃないからね、これ。カブト曲がかっこいいんだよね、ビッグ中のね。これね、打ったことあることはあるんですよ。でも多分ノーマル、うん、あれ2002年の3月ぐらいだったかな。今ぐらいの季節か。あっとか言って、かっこいいね、この配列ね。レンしてくんないかな。あ
やばい、2年違う、ダメか、なんだよ、初めて、カブト打ったのがね、あの2002年の今ぐらいの季節、当時ね、パスロ必勝ガイドで仲良かった連中と温泉旅行に行こうってね、男ばっかりで、塾長、カッパクアチェリー、リトル、中竹、ウイチ、今、もういないんですけど、ヒゲ園長、あとムド X、ワンボックスカー借りて、越後ユーザーに温泉に行って、パスロ打って温泉入って美味しいもの食べてっていうね、なんか慰安旅行みたいな感じだったんだけど、その時に越後ユーザーのなんか寂れたお店で打ちました、はい、で、まあ、BB 中のサウンドがすごい好みなサウンドでかっこいいなとは思ったけど、それっきりだったね。あんまり設置もなかったし、都内に裏物化してボッカモッカしてるっていう噂は聞いてたんだけど、ちょっと縁がなくてね、当時は打てませんでした。残念ですけど、さあ悔いのない動画にしたいよ。あのガセでもいいから一回ちょっとチェリーでしてほしいな、ちゃんと。ちょいちょい2連はするんだけどね、チェリー。やっぱり基準がビガーになってるからね、チェリー連全長といえば。ちょっと今情報がありまして、前日がこれ207ゲームやめらしいんですよ。で、天井が、1100か。ということで今800、前日やめから考えると877、で、1100ゲーム以降、確率がアップするということなんで、とりあえず天井目指します。なかなか難儀な台ですよね。チェリー3連、それのチェリー3連どうだ。ダメか、3連止まり。今のところ3連止まりです、チェリー。聞くところによるとチェリー5連以上で確定がではないらしいです。5連で大体8割ぐらいらしいですね。だったらもっとチェリー連してほしいな。まあ結論出すのは早いけど、やっぱビガーの方が面白いです。はい、ただいま、前日やめと合わせて1000超えましたね。1100を超えると確率が177分の1にアップすると、それはまた微妙な確率だよな。そこでまたハマっちゃうとどこまで行っちゃうか分かんない。さあ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 、宵越し天井に到達でございますよ、いよいよ。はい、ただいま900、前日から合わせて1107ゲーム超えました。とりあえずちょっとチェリー5連見たいんだけど、本当もうなんだよ、こんなに引っ張られるとは思わなかった。なかなか激悪ですね。まあもう見た目がね悪そうだもんな、言っちゃあれだけど、パイオニアさんには申し訳ないですけど、ね、メーカーとは一切関係のないバージョンとなっております。はい、いやー当たんねーなー、もう確率アップ状態になってるはずなんですけど、いやー当たんない、参った、話すことがない
参ったな。一応今ハルさんと話してですね、制限を一応設けて、うん、当たらなかったところを終わりするみたいなことで、うん、切りないよな。2000。まあまあまあ、うん。だから前日と合わせて、だからあと700ぐらいか。177分の1だからこんな当たんない可能性の方が高いもんな。天井から200ぐらい回してますけども、ちょっとね、まあ当てたいんですけど、うん、一応時間もあるんで、すいません。前日から数えて、2000、このカウンターでは1700までか。はい。あと700。あと700？ あと700。あと700。あと700もこれ、この修行を繰り返す。大変だ。あと700回す？ビビらせてくれよ。そういう企画なんだよ、今日は。あの、修行を皆さんにお見せする企画ではない。ね。全然当たんない。やばいでしょ。もう天井を越えてんのに。天井ないですよ。まあ仮天ですよね。これ。ああそういうことですね。そう。これあるんだ。177なら当たんないですよこんな。天井単発あるのかもしれないですね。ああ。いやー。あと少し。酔い越しで1800超えました。天井からも700だよ。どういうことこれ。当たる気全くしないんだけど、本当にこんなえげつないとは思わなかった、ね、もはやチェリーが2連したって、ね、何の感情も湧かないというねチェリーの出現頻度とか、あとフェイクとかうまくちょっと作り込んでほしかったな、うん、もうチェリー連っていうからにはやっぱりもうちょっとねプレミア感とかをたとえ出せるとしても、その辺のさじ加減もっと考えてほしかったな。こんなピロ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 出てね、もう酔い越しで2000でもうリタイア考えてます。時間もあれなんで、うん、あ、3連もう一丁。お、4連初の4連さあ来るのかこれ。5連やっとこれ来た。ついに来た。1788、前日から数えて1900 1995 6連。これ来てるでしょ。マジか。7連。すげえ。来た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 よ。あれあれれれ、メオシミス、あれ、え、あれ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 、6連、うわ、6連、うわ、マジか、こういうことか、いや、ガセったかなと思った。本日は1794ですね。これに前日205でしたっけ、1000、あ、自動停止しちゃうからちょっとびっくりした告示揃います。
あ、ピクあれ、あ、いいね、いい、そう、この音、この音歌っちゃおうか。朝から1796ゲームハマってやっと来た来たチェリー連6連そしてビッグボーナス、ヘイヘイヘイ。これね、ほんと未然に切って打っててこんだけ余ってこのメロディーとコード進行流れたらマジ泣くわ、うん、やばい、僕の大好きなコード進行ですね。もう起きた、あーいいね、メタルだ、めちゃめちゃメタルや、めちゃめちゃ分かりやすいや、ジャパニーズヘビーメタルのこうギターソロのバックで流れるコード進行ですね。目つぶってても弾けるベースライン、チェリーレン前兆でちょしばし数ゲーム間を置いてあれって伸ばしてドキャンってくるといい感じ、いや何とか当てれた、もう諦める一歩手前だったよ本当に。ああ、酔い越しで2000で、ギブアップする予定だったんで、はいはい、これも当時斬新だったよな、このピアノ線だよねこれね。早いゲームが選ばれるとチェリレンなしで、告知が入るってことなんで、でもレンチャン突入率 50% だよ、レン突入 48% ね、こんだけ食らって 48% か、ね、きついな。いやでもすごい告知だったな、テテテテテテテンだって、ね、めっちゃメタルやんサウンド、誰が作ったのこのサウンドね、これ当時誰かに聞いた覚えあるな、やっぱり初打ちでこのメタルサウンドちょっと気に入っちゃってパイオニアに行った時に聞いたのかな、確かね外周さんでそっち系の音楽好きな学生さんじゃないよな、作ったとかなんとか、なんかそういう話を聞いたような記憶があります、あくまで記憶です。いや90ゲームまでゲーム数で振り分けか、いやもう90まででいいや、とりあえずそこまで回してやめましょう。おお3連おいよー、おお来たねこれ4連、はい5連、来たか、来たね6連7連うぅこれうぅこれうぅこれダララ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 ラダダダダダ Thank you! Yeah! ヘビーメタルです、まさにもうね、私の得意分野です、はい、はいやもう綺麗だわこのアイデア、最高だね、めちゃめちゃ綺麗だよこれ、セミナーイエー哀愁のチェリレン、あなんか俺思い出した、あの昔ねスロイズムマッパチ企画パチスロサウンドトリビュートアルバム作るときにこれもハードロックヘビーメタルにアレンジしてやろうと思ってたことがあった、思い出した、で一応バンバスの方にはねこれデモ多分渡してるわ俺、うん、でも結果的にヤマサのファーストのハイパービッグで曲作ったんですけどね、うん、またそういう企画やりたいな、うん、
いね、曲最高。はいはい、というわけで、苦行のお時間がようやく終わりを告げましたね。と本当苦行でした。はい、リタイアギリギリ寸前で弾けて本当良かったです。違う意味で肝を冷やしたね。じゃあお腹空いたのできりたんぽでも食べに行きます。さよなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバーイ。